ロストック中央駅北側駅舎1920年、当時のロストック中央駅南側駅舎、ロストック中央駅は、ドイツイコールフォアポンメルン州ロストック市にある、ドイツ鉄道の駅。スティンターバースタートの南西、繁華街までは、徒歩約10分の距離に位置する。南口には、中央バスターミナルがある。1886年ドイツのオルディションロイドにより、建設され、 ロイド駅として営業を開始する。設計はカール・コーフ。1894年の国営化に伴いセントラル。ボンホーフに名称変更。20世紀の到来とともに現在名となる。1999年から2003年にかけて大幅な改修を受ける。北側駅舎の内部は一新され、ホームの地下1階部分には、 北口と南口とを結ぶ広大な通路が作られ、地下2階部分には路面電車の発着ホーム、そして南口に全く新しい駅舎が完成した。これにより乗り換えが格段にスムーズになった。この改修に伴いプラットホームの番号も改変された。遠距離交通の直行便はマクデブルク、ハレ、ライプツヒ、ビンツ、ハノーファー、カッセル、フランクフルト、 ブレーメン、デュッセルドルフ、ケルン、シュトットガルト、ビルツブルグ、ニュルンベルク、ミュンヘン、さらに、スイスのバーゼルにまで及ぶ。ありがとうございます。